こんにちは、レモです。パワープロフィーやっていきます。今回はサバカの天才花丸投手ですね、やっていきたいと思います。森本、スバル、オクタビア、サナ、シラセ、そしてアーサーということで、結構フレンド枠迷ったんですけど、別バージョンのオクタビアとか、まあそれこそシラセ入れるかとか結構迷ったんですけど、やっぱりアーサーの潜在能力の得意練習率アップ 20% ですね、かなり大事かなっていうのと、まあ精神ボーナスが50になると6つくので、まあオクタビアの精神ボーナス8だけとこういろいろ考えるんだったら、まあキングアーサー変えた方がいいかなっていう感じになりました。まあオクタビア僕は PSR でも持っているので、まあそうだったら SR のアーサー使うよりそれでもいいのかななんていうふうに思いました。であとシラセに関してはやっぱり50になるとスペシャルアタックとスタミナもつきますし、試合経験点もね、20% つくんで、まあ、それも結構いいかなって思ってるんですけど、まあ、まずはこれでやろうかなっていう感じです。で、天才と、あとは、招きですね。行きましょう。まあ、せっかく、スバル引けたので、前回のガチャでね、ちょっと使ってみたいな感がすごい強いです。どれぐらいいけんだろうな。まあ、どうせだったら1000丸ついてやばいの作れてもいいんだけど。カラーの。どうしましょうかね。あ、これはまあ、普通にスタミナ行きましょう。まあ、全体の評価が一番大事ですね。そろそろ来る？まだ来ない。さあ、行きましょう。8、9、6、9、6。ああ、いいじゃん。ああ、ここでも全然いいですね。OK。ただ、色味があんま良くないな。うん、まだ来ないですね。カラーの9番すごいね、並びが。ああ、3カードいけるじゃん。それは、ありがたいですね。しかもこれ、3カードのフラッシュ強いな。いやー、どうしよう。体力がない。ってことを考えると、まあ、安牌こっちなんですよね。変化。いやー。変化、取るか。まあ、ちょっと誘われましょう。強い方にね。いや、まだ来ないわ。体力がもうきついんだが。うん、踏めればいいですけど、ちょっと踏めるかどうか、全くわからない状況なんで、これはメンタルいきます。OK、体力回復。さあ！全身貫かれていきましょう。頼みます！おぉ、まあ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 、知ってたわ。毎回思うけど知ってたわ。あー、人いねー。超強いんだけど、これ。ちょっと待て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 。こっち行きますわ、さすがに。一応6番使えば、来たか？ナイス。悪くないね。これで、全部、こうなったと。よーし。体力怖かった。3欲しいな。ちょっとそろそろ。わー、なるほど。ここ回復したかったけどな。3番入りません。あー、まあいいんじゃないですか。まあここ取りたいですけど、さすがに体力的にはもうトリコロールでいいですね。うん、スカウトの評価も上げれました。で、2枚壊れ。サナの体力回復。カラーの。ああ、いいですね。悪くないんじゃないですか。これはまあ踏んでしまって。で、精神の9の変化タックが取れそうですね。おーい。サナしかいないじゃないか。サナしかいないじゃないか。まあこれはでも踏む感じですね。はい。で、ここを取り切りましょう。まあ多分、大丈夫だと思いますけどね。多分ね。わからんけど。9番残りました。あ、やばいな、これ、知らせ。さすがに球速上げてない。スタミナそもそもあんまり踏めてないですもんね。トリコロール、いやー、ここ強えな。9番が、でももうないんですよね。しばらくね。ってことを考えると、まあ、ここがこっち踏んでおきたいですね。はい。オクタビア行きましょう。勝ち運取ります。135キロか。ちょっ
とばかしまずいな。ちょっとばかしまずいなと思っている。スリーカードは結構できてるね。で、4番がめっちゃ来る。うん。まあ、知らせ踏んどきますか。か、まあ、こっち踏んどいてもいい。4番使って。いや、それはないか。変化に4入れて、赤の8強いね。で、知らせ踏んどきましょう。あと監督も一緒に踏めるんで、まあまあ、いいでしょう。オッケー。ああ、いいんじゃないですか。3000点以上出てます。からの3番。ああ、いいね。3番使いたい。3番、4番使えば4番の緑。ああ、スタミナに。3番使う。で、4番ここに入れる。緑の8。うん、まあ、これでしょうね。このタック強いですもんね。どう見ても。こう入れるか。紫1。これも強いけどな。うん、変化いきましょう。ムービングファースト。ちょっとやりすぎかな。やりすぎかもしれん。技術、まだよくわかんないですもんね。やりすぎ感があるかもしれません。トリコロール、オッケー。7番があればベストでしたけど、まあまあいいでしょう。トリコロールは結構うまく組めてるかなって思います。で、オクタビアも走りました。スバルもう待てんな。スバルもう待つの無理っすね。不可能なぐらい溜まっとるわ。おー、いいですね。これ、割と拾いたいか。それか、まあ、7番。そうですね。これ6番使おうかな。で、まあ、フラッシュを、まあ、ペアフラッシュをかけてった方が、いいような気はする。うん、6番使いましょう。ちょっと緑欲しかったですけど、あとは、サナが、まだ来てないかな。サナがまだ彼女になってないんで、それが、まあ、この体力難の原因というか、ちょっと困っちゃってますね。完全に体力が。で、6番の変化で、ここ取ってきます。1枚。あー、2枚か。まあ一応6は重ねられるんで、まあ大丈夫ですが。3番来ねえな。あー、いいんじゃないですか。これは取ってあげたいですよね。まあ、いくらこのタックがガラクタであろうが、ちょっとアーサーの評価をサクッと上げたいかもな。はい、ナイス。おー、強い。めちゃ強いけど、怪我率 17% ですね。まあ、これ当然いきますけど。あとは、しらせが成功するかどうかさっぱりわかりません。さっぱりわかりませんね、これは。正直。まあ、これはうまくいってほしいけどな、もろもろ。よーし、偉い。そして、サナが、このタイミングで、彼女にならない。彼女まだ？これもう、間に合わんじゃん。間に合わない確率大ですね。すえ、取りてえ。わー、両方ともいいですね。これ一回休むべきだな、真剣に。真剣に一回休んだ方がいいですね。あんまり休むとか使いたくないんですけど、ちょっと一回ここは休みます。うん、リアル休んだ方がいい。勝つ！よーし、ナイス。そしてですね。これは、ここ踏むか、ここ踏むか、5番でここ行っとくかって感じですね。5番ってここ行っといてもいいな、普通に。うん、5番行きますわ。
やっぱ人がいるときにこういうの踏みたいんで、守備は特に来ないんだね、人が。それじゃねえ、欲しいの。わー、来ないか。残念ながら間に合いませんでしたが、まあ割とここまで順調なので、まあ、伸び骨対左はなくなりましたね。はい、強い。これは強いわ。で、怪物球威、うん、多分もうそろそろいってるよね。ストレートゼロだわ。ストレートゼロだけど、これは回数凄まじいってますね。知らせ。あと、スタミナも踏みたいなーって感じか。うん、なるほど。なんとなくわかりました、方向性が。とりあえず、ナックルは7になりましたね。で、技術は低めとかを取れば。まあ、やっぱスバルの力が、凄まじいものありますね。450。すごい入ってくるわ、マジで。うん、あとはまあ、オクタビアがね、これ、別バージョンだと精神がもうちょっと入るんですけど、まあまあ、いいでしょうという感じですね。やっぱ、シラセとか、他のキャラが噛み合えば、ちゃんと精神自体は入ってくるんで、探求。で、ここは、健康に過ごしておきましょう。ナイス。まあ、精神辛いのは確かに辛いね。それは間違いないですね。うん、いいんじゃないですか？緑の6を踏み続けたい。で、青6ここで踏めるとめちゃくちゃいい形にはなりますが。まあ、あんまり期待はせずに。あとはもうデートもできるようにはなってる。ちょっとその辺も考えながらですね。なるほど。まあ、ここ変化を取りたい。おー、すごいね。さすがに、4番、うん。4番とりあえず、ここに入れましょうか。あと6番は、うまく、入れていきたいですね、いろんなところに。これ変化取ろっかな。緑でワンチャン強い練習来たら、まあ、入れてあげたいっていう感じあるんで。うん、来なかったな。どっちも来てないですね。これ一回休みでいいかもしれないですね。あとはまあ、ストレートがゼロみたいなんで、ちょっとその辺は意識しつつ進みたいかなっていう感じです。で、スバル走りました。成功できるかな？あとはまあ、敏捷点もまだちょっと不安な感じですかね。よし、これは踏みましょう。二人いますしね。いいんじゃないですか。どうしよっかな、これ。緑、まあ、とりあえずこれフラッシュしてるしな。割と筋力キツキツですね。うん、いいんじゃないですか。監督も踏めました。しかも6残りましたね。OK、1万点超えれましたね。いいよ。で、青6ですか。悪かないが、これ色変えたい。色変えたいっすね。色変えてーなー。いや、これ3タックですからね。あー、0番使おうかなー。いや、これトリコロール絶対するべきだな。いや、もう圧倒的に強いですもんね、これ。捨てたいな。ただスタミナが緑の6とか来たらめちゃくちゃ強いんですよね。これ手札を6のプレミアム来てるんで。っていうのもある。だから考え方が結構難しいかもしれませんね。青6ってか、ここでストレートも組みたいですしね。なので、ちょっと思考が必要だな。これで踏むの嫌ですね。ただのガラクタで終わるっていう。いや、行こっかな。ちょっとかけましょうか。おぉ、いいね、ナイス。緑。おいい、緑4番入ったな。緑いけますね。4で行くのか、1で行くのか、ちょっと悩ましいかな。
4番か。ただまあ、今、どっかに配置する感じでいいかな。紫6。で、変化あげる。で、いいですかね。うん、強い。やっぱ変えといてよかったわ。変えといてよかった。変えといてよかったなって思いますね、普通に。こんなもんかな。700、900入ってますね。900点入ってる。阪急。そして、対強打者。900点か。ちょっとまだわかんないことの方が多そうなので、あんまりポイント触れねえって感じです。はい。技術はもう圧倒的に入ってきてますね。肘の爆弾。今更かい。正月だったら直してもらえたのに、999になりました。うん。強いんだけど、ちょっとこればっかり踏んでてもしょうがないんですよね。あとはストレートもちょっと意識したい。これ4番ここに入れたいですね。なので、ちょっとシャッフルしちゃうか。守備に来い。ああ、いいっすね。2人来た。わあ、これはちょっと話変わってますね。これダブルタックですしね。スバルもいて強い。9番。ああ、使えないのか。いや、これは圧倒的に強いけどな。出来役がストレート0なんですよね、現状。まあ、これはこっちか、さすがに。さすがに強いでしょ。うん、ジャストフィット OK です。球速骨もらいたいな。体力ありますしね。まあ確かに急速も上げてるけどさ。で、まあ適当に投げて勝てるでしょ。オッケー。よし、急速骨入りました。もう強いね。ああ、これ9番でもいけるのか、ここ。いいですね。まあ一応6番近づいてきてるんで、6でもいいんですけど、まあ6の方がいいかな。9番使いたいですしね、シンプルに。ってことを考えと一回デートかな。1番使いますか。1番の特に筋力技術。両方使えないか。とりあえず筋力を使っておきまーす。で、デート。で、はぁ、あ、はぁはぁ。スバルいるのか、一応。9番。どうすっかな ?4 番とかが来てないからな。まあ、難しいところですね。もう一回デートですね。からの。はあ、シングルタックね。まあ、二人いますし、これは踏んであげていいかもしれませんね。っていう感じ、現状。そうすると、青6で踏めたらいいので、こうか。こうすんのか。これで、まあ、ちょっと経験点が増える感じですね。うん、いいんじゃないですか。いけますか。ストレートやっと一回ね、これ。結構、やばいっすね。あと4番が来れば、ちょっともう一歩いけますけど、あとは、投げてみる。いざ!ナイス。OK です。4番結構来たな。意外と4番持ってますね。そしてトリコロール決めたいな。ちょっとまあ、むずーいな。むずいな。4番2つは使えんしな。1番とか来たら神だな、なんか。そうか。難しいっすね。こっちの方が踏みたいかな、現状。スタミナ、ダブルタックですしね。
まあ緑の4残しておきたいな。緑の8っていうことは緑踏みたいわけですよ。なんでこっちかなってなりますね。はい。1番とか来たらマジで熱いな、この。で、ポーカーフェイス取りましょう。3番は使えんなと。あー、3番邪魔くさいっすね、正直。3番ちょっとお邪魔ですね。まあ、デートですが、ここは、おそらく。3番ちょっと邪魔だな。全部緑にします。で、出てきます。よしよしよし、技術。からの、なるほど。悪くはない。悪くはないけど、そんなに強いかって言われると強くもない。なんか後ろを、メンタルとかでいいかな。ストレートがな、脅威の切れ味ちょっと怪しいですね。どうしよっかな、行こっかな、これ。まあ、ありっちゃありなんですよね。ありっちゃあり。どうせ待てないんで、いろいろ。そう、どうせいろいろ待てないっていう。踏みましょう。まあ、しょうがない。一枚破壊で残れ。ばあ。ストレートを狙っていきたいね。ああ、いいっすね。これは、まあ、圧倒的にメンタル強いでしょう。っていうか、いい感じですね。変化は、マジで何の問題もないぐらい、入ってますね。まんまでいいでしょう。トリコロールも数いってますけど、多分僕、減点投球まだな気がします。なんで、その辺の注意は必要かなっていうのと、4番はここですね。あ、でも3、4で並べられるのか。いや、無理やな。無理やな。守備、サクッといって、た方がいいか、まあ、メンタルもありか。でもこれせっかくここで用意してあるからな、僕。これを取るためだけに。それを考えると一回デートしたいかな。でも、ちょっと伸び骨ねえわ。モルモトはまだ走ってないですね。大丈夫か？行くか。伸び骨まだ入ってないですしね。多分一回目は走ってると思うんですよね。少しか。まあいいでしょう。これはさすがに取ってオクタビアでいいですね。で、9番ちょっと使って、まあ敏捷点を、まあかさ増ししとこうかなって感じですね。まあいいでしょう、これで。はい。で、ストレートに関しては、あと2回かな、多分。準備できれば、まあなんとかなる感じですね。強い、それは。これ3、3無理か。ペアフラッシュぐらいだったらできるって感じ。した方がいいな。ペアフラッシュ、まだ準備できてないですもんね。3、4とか、うまーく並べていきたい。あとは筋力の1番使いますか？いや、無理や。これ、まんまでいいですね。はい。いろんなことを考えなきゃいけない。よし、オッケー。点数もまあまあ出てますね。1万7000点。いい感じです。どうしようかね。まあ強いね。モルモト1か。モルモト1で使うのもったいねえな。技術すごいね。結構入ってるわ。デートですかね。で、全然いいと思われるデートで。デート行きますわ。1番使ってデートします。まあ、スクラップをもらいに行くっていう感じのイメージですね。
で、アーサー終わりです。精神力。からの、鉄仮面 OK です。はい。はい。ふん。一人なんだよな。二人ぐらいのタッグが欲しいんですよね。できればね。どうしよっかな。もう一回。もうちょっとストレートが結構、カツカツなので、あんまりどうこう動きたくないんですよね。まあ、しょうがない。もう一回いきます。もう次は、ちょっと容赦できないです。ひれください。うん、いいですね。待った甲斐ありましたね、これ。9番使います。で、プレミアム打ったら多分結構強くはなりますが、ストレートのこと考えると、ちょっと5番は置いときたい気持ち強いですね。これでいいかな。うん。筋力もこれで必要分入ったと思われます。841ですもんね。技術とかも全然余裕ですね。技術超余裕ある。素晴らしいですね。強っ。うん、840。大丈夫でしょう。はい。これで、原点特急がゲットできるはずです。いい、ナイス。んで。ああ、いいっすね。3、4、5で並べられるな。3、4、5いけますね。3、4、2でもいけんね、これ。どうしよう。3、4、2でいいか。うん。ダメな理由が一切見当たらないかな。あー、ここ行ってもいいなー。いや、ここはメンタルだな。いやー、こっちだと、トリコロールになるけど、こっちだと体力を使わなくていいっていう感じ。すごいむずいわ。いや、トリコロールでしょ。どう考えても経験点多い方ですね。まあ、あとは、後ろの方に2置いとけば、それでまた、なんて言うんだ。狙えるっていうね、ストレートがね。っていうのもあるので、まあ、結構もろもろ考えると、うわー、いいっすね。これは、大正解でしたわ。9番のプレミアム使ったら、これ相当入るんじゃないですか、点数。いや、多分そうだな。相当入るな。変化点、え、何これ強くね？ちょ、強いな。え、やば。ですね、ちょっとよくわからないんだけど、強すぎて。っていう話と、あと、そうか、カイドウ、ちょ、怖えな。筋力割と必要ですね。うん。まあ、大丈夫だとは思うんだが、いろいろ振っても。筋力割と必要とされているな。そうですね。どっちかっていうと技術は900ちょいだもんな。クロスファイヤーで、ああ、いけますね。こんな感じで、まあちょっと、もう漏れちゃいますが、おそらく技術ね。まあ、これで行きましょうか。なんか、精神系、これか。これを落とせばなんかいけるか。順応とか取りましょうか。もったいねえか。クロスファイヤー、23。これでいいか。強い。取れたあと1回ですね。なんとか決めたいですね。順応。リリーフか。ちょっとマジで、こいつ強いからさ。こいつ強いから、ちょっと本当お願いします。なんとか見逃してください。これは多分、ここで、ワンチャン幸せエンドでも動画出すと思います。これ強いんで、普通に。そうか、監督評価そんなに上がってなかったか。よいしょ。はい、ということで、動画続けられそうです。動画続けられそうです。あぶねー。勝てました。オッケー。
で、あとは、うまーい感じでストレート決めたい。3、2、あー。あ ?3 番来てますもんね。ここでいけるやつか。ここでいけるやつだな。ちょっと待てよ。4番とかないですね。これはメンタル壊しいの。踏んで。いや、青にしよっかな。どうしよっかな。一応トリコロール踏めるんだよな。そうしよう。強いな。スタミナ踏みたいっすけど、ちょっと厳しいですね、現状。ここに3番。ああ、どうしよう。6、7。6、7でもいけますね。どうしようか。まあでもこっちの方が踏みたいか。プレミアムあるからあっちができたらいいんですけど。一応3番も使えるかな。こっちだと。まあ体力的にこっちの方が安牌なので、そうしよっかな。うん。の方が良さそうですよね。まあ、ワンチャンこの4を使ってうまく。いや、ないね。ない。どうしよっかな。まあ、もうコントロール2回踏むだけか。危ね。これ使ったら終わりだわ。ん?終わりじゃない?もしかして。4でもいいのか。7でも4でもいいのか。そうか。じゃあどうしましょうかね。これで壊しとく。ことか壊しといても全然いいっていう。ただこれ使わないとダメか。使わないな。で、コントロールですね。これで大丈夫なはず。ちょっと、あんまり使いたくないんだけど。困りましたね。ちょっと伸び骨のところの兼ね合いがあるので、使えないな。ようやくか。取れるよな。これはやばい、ピンチ。わー、強いなー。まあ、ここ行かないといけないんで行きますが。これ、モルモト走ったら終わりっすね。うわー、ちょっとモルモルさん、ちょっと待ってくれませんかね。困ったな。これ70使ったら結構ギリ。130ぐらい入るもんな。おー。いいかな?引き直すか。あ、これはいいですね。はい。ちょっと森本先輩待ってほしいな、一旦。これで狂気で OK です。あ、OK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 、危ねえ。危ねえ。超ギリギリでしたね。あとはスタミナガンガン踏んで終わりたいですね、このサクセスは。よし。どうにかこうにか、間に合ったか。あとは技術と、精神凄まじい量ありますね。臨床足りるかな?まあ、大丈夫か。うん。いい感じなんじゃないですか?まあ、筋力逆に欲しくなってきたんで、まあ、そういう意味では、オクタビアの筋力ボーナスもいきそうな展開になってきましたね。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。で、森本終わり。スタミナ踏める。シングルか。ちょっとダブル以上で欲しいですけど、まあ、光るかどうかってわかんないんで、踏んだ方がいいですね。うん。まあ、あと一回踏めば、スタミナ的にはま、十分。うわー、強い。ただ変化欲しいかな。いや、割と欲しいな。割と欲しい。ですけど、
大丈夫だと思うな。いらんと思います。ここでグキ、まあこれ勝負する意味あんまりない。うん、あんまりないですね。変化点はもう正直どうとでもなると思ってるんで、多分、はい。じゃあ行きましょう。言葉を失いました。うわ、めちゃくちゃうまくいってたのに。はぁ、いや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 、はぁ、いや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 、ないでしょう。はぁ、いやいや、ありえんわ。いや、フル価値なしですね。はぁ。いや、9回表に5点取るって何これ。意味わかんないんだけど。はぁ。まあ、ここまで来ると清々しいんで、まあいいかなっていう感じですかね。はい。まあ多分、ショートでも動画上げたいですね、こういうのは。はい。ということですね。はい。すいません。終わりです。はい。今回の動画は以上となります。はい。また会いましょう。また頑張ります。